2月下旬から3月中旬にかけていなべ梅まつりが開催されました。見頃となった3月3日には県内外からの来場者が色とりどりの梅をめでながら春の訪れを感じていました。今年は気候が良かったため例年と比べ1週間から10日ほど早く開花、満開になってからも長く楽しめたそうです。この日会場では全国で活躍している大道芸人のさまざまなパフォーマンスがあり、多くの人を楽しませていました。このほか稲部さんのそばなどの飲食コーナーが設けられ、家族連れが楽しい時間を過ごしていました。また毎年好評の花苗の販売コーナーにはしだれ梅や花水木などおよそ100種類800株が並び、来場記念に梅林公園さんの梅ジュースとともに買い求める人の姿も見られました。現在20人以上の地元高齢者の皆さんが公園の管理や整備を行っているいなべ市梅林公園、鈴鹿山脈と梅林を一望できる見晴らし台からの景色は今年も人気の絶景スポットになっていました。20年以上公園作りに携わっているリーダーの児玉善三さんは、これからも皆さんの期待に応えられるよう見応えのある梅林にしていきますと話していました。大泉駅に集合して自転車で訪れたという京都、大阪、奈良からの来場者は、 TOJ 稲部ステージのコースにもなっているこの梅林公園の梅を楽しみに仲間とやってきました。こんなに素晴らしい眺めは他にはないです、本当に感動しましたと笑顔で話していました。愛犬と共に訪れてのんびり過ごす人も見られるなど、今年も来場者を魅了した稲部梅まつりとなっていました。